はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このスバルブラッドブルーバージョンですね、完成いたしましたので、オンロード、ね、ゆっくり走るかもしれないですけど、まあちょっと走ってみたいと思います。こんな感じでね、メカメカしい感じでかっこいいですね。車種はね、マイティフロックっていうやつと一緒なんですけどね、色がね、こっちの方が渋い感じになってて私好みですね。でボディはね、私ちょっとねプラモデル いっぱい作ってるもんですから、店長にプラボディ作っといてみたいな話をしたらね、作ってくれましたんで、店長作のボディになっております。タイヤもね、横ね、あのツイッターのねフォロワーさんがアドバイスくれまして、文字白く塗った方がいいですよみたいな感じだったんで、塗ってみました。まあ店長がですけどね、これは車は私作ってますけども、で、まあ、ボンネットにね、私のところのメーカーのシール貼ってます。チキッチコットだけね。で乗ってるおじさんどうしましょうかみたいな店長が聞いてくれたんでね、やっぱりあのアメリカ人の方やろうから金髪にしといてって言ったらね、こう見えますかね、どうですこの金属みたいな金髪、店長の中の金髪はこのメタリック感がある金髪らしいんでね、あのアメリカ人の方とは全然ちょっとね違う感じになってますが、だからこれで面白いかなと思って、そのまましてます。顔もね、店長が乗ってくれたらなんかちょっとキョトンとしてますけどね面白い感じでいいんじゃないでしょうか。サンルーフからもね、黄金ヘアがね、なかなか迫力ある感じで見えてますけどね、前から見るとこんな感じですね。はい、では走っていきましょう。いかがでしたでしょうか。なかなかね、タイヤのスキル音がねかっこいい感じでしたね。まあ録音できてるといいんですけどもね、あの実際聞いてるとね、本当にキュル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 ってあのタイヤの自社のねタイヤが滑るみたいな音がして、ね、すごく楽しかったです。これはねなんかね、コンバットバギーとともにねずっと使っていきたいなぁと思う車でしたね。スバルブラッドは人気があるのもなんか納得できますね。それではまたこういう動画ね撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。